最弱王決定戦、最強佐々木です。結構負けてるんですけど、今回はね、はい、ちょっと俺がやっぱり勝ちすぎてるっていうクレームがすごくて、はいはい、何やっても負けないじゃんみたいなっていうので、もう今回は袴田さんが絶対勝てるようにもう利きお茶です。あ、確かに利きお茶だけは勝ってるんですよね。はい、だからそう、今日はこの利きお茶をまたいつものメンバー4人で、はい、最弱王決定戦トーナメントで勝ち抜けで負けた人が罰ゲームです。はい、わかりました。で、今のところね、最弱王は全部先生が負けてます。で、今回のルールは、はい、4本しかないんで、はい、この4つを聞きます。はい、で、ちょっとずつ飲んでいって、一番最初に飲んだの何って、こう2番目、3番目、4番目で1回で出して、はい、正答率が高い人から抜けです。はい、で、トーナメントです。はい、今回は4人じゃなくて、はい、だからトーナメント決めします。はい、せーの、グッドパグッドパ。私、お茶の国静岡育ちだから。うん、あ、最弱王さんどうぞ。最弱王さんお呼びでしょうか。弱いな。いやー、弱い。俺1回戦からもうシードやん。もう、うわ、これ信用しなくていいんですね。信なしなし。じゃ、信じるのは舌の上のみ。まず全部開けちゃいますね。ちょっと舌の上のみって何なの。拾ってくれてありがとうございます。うん、オッケー。目隠し外したらダメですよ。外したらもうオッケーオッケー。もう分かった。覚えてください。もう分かった俺は。はい、二つ目。二つ目。うん。うん、オッケー。わかりました。覚えました？うん。はいはいはい。オッケー。はい、次ラストです。じゃあラストです。はい、ということでこれで試飲終了です。はい、あれやぬるいからわかりにくい。言い訳がすごいんだよ。これ買っちゃっていいんすか、僕ほんまに。ん、先生わかりました。楽勝っすよ。だって僕お茶マイスターの資格持ってるんですよ。え、本当に。はい、お茶ソムリエです。本当。はい、冗談じゃなくて。冗談に決まったじゃないですか。先生の言うことは9割嘘なんだ。8です。せーの、じゃん。おい、お茶やったか。家もん。上もんってことなんですか。家もんね、家もん。え、まず一緒ですよ、回答全問。一緒っ。2人が全問正解だったら、はい、もう俺らは勝ち負けってことだよね。決勝です。が決勝ってことで。だって全問、ね、どうぞ。どうぞ。一杯目は。一杯目なんですか。一杯目、こちらになります。どうも、ありがとうございます。2杯目は。何だ。こちらです。どう、おーい、お茶。うん、で、3番目家も。うん、4番目が掃除屋の一人が逆でしたね。おー、うん、で、引き分けはじゃんけんだね。そうだね、じゃんけんだ。お、皆さん、どっちのギャグが見たいですか。いいっすか。うん、いきますよ、せーの、最初はグー。びっくりした。せーのなんか初めて聞いた俺。なんでやねん。いきます。はい、最初はグージャキフッ、最初はグージャキフッ。よっしゃよっしゃよっしゃ、最弱を追い続けー。じゃあねー。すごっ、何も見えん。うん、オッケー。はい、さあ、ということでもう一度試合目です。はい、あ、でもこれ難しいですね。うん、はい、オッケー。はい、わ、はい、かりました。うん、今2択。4択ですけど。2択ですよ。じゃあ2択、もうこれは今むずいっすね。2択、マジで2択。うん、どっちだ。決めた。はい、じゃあいいですか。はい、負けて大丈夫ですか。負けていいですよ。私結構自信あります、これ。そうなの。うん、最後がどっちがどっちか分かんない。お願いします。はい、はい、せーの、じゃんじゃん。4と1だけ一緒だ。そうだ、うん、2、3が違う。2、3違います。それでは発表します。はい、1杯目草原美茶。イエーイ。難しかったですね、2、3が。2、3、そうだね、2、3難しかったですね。はい、2杯目。いや、でも私3、4が結構難しかった。あ、本当ですか。うん、多分。2杯目あやたが。おー、
はい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 、あーはい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 、もうはい、はい、3枚目、おーいお茶やったえってことはってことは4枚目、イエモン、これ僕の勝ちですね。私お茶の国静岡育ちだから、うん、私お茶の国静岡育ちだから、うん、レディースジェントルメン、青コーナー初めての最弱王が友谷さとざき、負けませんから私。赤コーナー、静岡の割にはお茶に弱い、あやえ袴田。だって予選一番当たってないから確かに本当だって試飲してないから、いやまずまま負けられない。まあ初級は変化から入らせていただきますわ、お願いします。はい、変化球いきます。です、うん、入ってる、あ、なんか軽い、少なくしてくれたのか、どうですか、うん、2つ目、飲めば飲むほど不安になるよね、うん、わかんない、それです、あれにしよう、あれに次はインコースの直球結構いるなお腹いっぱいになる、さん行きます、はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか、はい、じゃあ4杯目、あ、これは分かった、佐々木さん、様子がどっちがおかしい、これは、いや、最後の味の予想が変わっちゃったんだよね。 OK、 目外していいですか、はい、はい、どうぞ。 1、2が分かんない、よし、これや、いいですか、私ね、1と2が逆な気もするんだよな、俺もちょっと1、2が難しい、難しいですよね、ここが一番迷いどころだと思います。まだ1、2がどこっちでいいかな、 OK ですか、うん、まあいいや、うん、いいですか、心の準備できましたか、はい、はい、せーの、じゃん、あやたか、伊右衛門、宗賢美茶、大いお茶、はい、伊右衛門、大いお茶、宗賢美茶、あやたか、分かれましたね、1から違う、じゃあ3は、3何、 3 3番目、うん、どーん、あー、これは分かりますよ、これは分かる、じゃあもう一番上からいく、じゃあもうそうですね、うん、どうしますか、じゃあ一番上から、一番目いきますか、はい、一番上は、うーるるるるるるるどーん、あやたか、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない、どっちがいいですか、じゃあ2番、2番、2番、2番いったれ、リリ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 社会人、社会人に大事なことは皆さん、ほうれん草ですよね、知ってますよね、はい、報告連絡相談ですね、そうでしょうか、え、報告連絡相談